こんにちは、リセのインテリアの山本です。この動画はスタッフの私物、アギオ品を紹介してもらう企画です。はい、よろしくお願いします。まずご紹介するのは、チボリのモデル 1BT です。これはもうリセのスタッフの愛用さんもすごく多いんですけど、やっぱり私も気に入って使っています。いいですよね、チボリ。あ、いいですよね。もともと私は音楽好きなんですけども、もうもっぱらスマホで簡単なアウトドア用のスピーカーで聴いていたんですけども、やっぱりもうちょっとちゃんとしたものが欲しいなと思って。ちなみにチボリどこが気に入ってますか？そうですね、いろいろあるんですけど、やっぱりラジオが聴けるところが気に入っています。もともとアプリで聴いていたので、音はもちろん綺麗なんですけども、このチボリのチューナーで合わせる時の、ザザザザっていう音がなんだかこうワクワクするんですよね。で、私映画が好きなんですけども、映画の中のラジオの音ってなんだかすごく心地よくって、なんだろう、魔女の宅急便とかすごく好きで、今それがすごい思い込んだのがそれなんですけど、魔女の宅急便いいですね。いや、いいですよね。音はどんな感じですか？そうですね、音は、程よくこもるというか、低音が響く感じで、クリアじゃないのが逆にすごくいいなと思います。で、デザインもウォールナットの木目が温かい感じで、なんかこう機械っていう感じがしないので、お部屋にすごく馴染みやすいのでとても気に入ってます。こうやって上にその時 のお気に入りの雑貨を置いて、インテリアとしても楽しんでいます。はい、では次の愛用品紹介お願いします。はい、次は、オールドキリムのクッションです。お母さん、ちってクッションたくさんあります。そうですね、すごく好きで集めてしまいます。で、インテリアショップなどで見かけたことがあるという方も多いと思うんですけども、トルコなど遊牧民が使っていたものを、絨毯をリメイクしたものです。で、私が前働いていたところでも取り扱っていて、同じ柄が一つもこうないので、出会い物ということもあって、どれを買おう、これかな、でも次に入ったものがもっといいものがあるかなっていうふうに思っていたら、結局こう買いそびれてしまって。買いそびれて、そうなんです。で、しばらくインテリアのお仕事から離れていましたし、こうあんまりインテリアと関わる機会もなくて構えなくって、ただ街で見かけるたびにやっぱり欲しいなと憧れていて、またリセノでインテリアのお仕事を始めて、一人暮らしもスタートしたので、これと思ってようやく購入しました。そうなんです。で、キリムって作られて50年以上経ったものをオールドキリムと呼ぶんですが、昔の人がこう丁寧に作ったものっていうのが今の私のこう手元に届いているってすごいことだなと感動するというか、不思議な気持ちになるというか、そういったものを暮らしに取り入れて使い続けられるのはインテリアの醍醐味かもしれません。最後の愛用品は何ですか？はい、最後はワイリーのカフェテーブルです。リセノのオリジナルの家具ですね。色はナチュラルとブラウンがあるんですけど、私はブラウンカラーを使っています。暗すぎない落ち着いた色味が部屋にいい感じに合ってるかなと思います。リセのスタッフでも愛用者多いです。はい、そうですよね。特に、一人暮らしのスタッフが使ってるイメージがありますね。私も結構やっぱり70センチというこういうコンパクトさが気に入っていまして、すっきりとした一本足とか、丸い円形も圧迫感がないですし、一人でご飯を食べたりパソコン作業をしながらコーヒーを飲んだりするのは十分ですね。で、たまにこう友達と2人で食事をする時なんかは、デザインも相まってなんかこう簡単にカフェっぽくおしゃれになるというか。確かにワイリー家にあるだけでおしゃれになりますね。そうなんです、あるだけでありがたいです。あとはそうですね、これから引っ越しをする時なども気軽に持っていけるサイズなので、これから大きいダイニングを買うことになった時は、デスク使いとして持っていこうかなと考えています。
で多分一人暮らしの人ですとかこれから大きい家に引っ越したいなという人は家具を買うのをためらったりとりあえずで家具を買ってしまったりということがあると思うんですけどもこうやって場所が変わっても長く使える家具は素敵だなと思っています。本当に毎日使っているお気に入りのテーブルです。